30に機運が溜まるエネルギーを持つ日なんですが、260日の中で4日間だけですので、ぜひ最後までチェックしていただけたらなと思います。運が大切する機運上昇チャンネルの高見です。機運上昇チャンネルに LINE アットができました。機運が上がる特別な6つの特典をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、8月10日から4日連続で機運の星が3つ重なるトリプル機運日がやってきます。8月10日、11日、12日はライオンズゲートとも重なりますので、機運の勢いもさらに高まり、例年以上に機運が高まる大吉日になりそうです。この4日間は前歴の吉日で、あまり知られていないので、なかなかお伝えする機会がなかったんですが、僕自身もものすごく好きな吉日で、金運にもすごくいい日なので、今年は紹介したいなと思います。260日の中で4日間だけですので、次は来年にならないとやってきません。ぜひ最後までチェックしていただけたらなと思います。まずはじめに、龍神様と戦い場を清める T 社元から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。今回8月10日から4日間続くトリプル金運日なんですが、前歴では金189から金192に当たる日で、この4日間は一番金運がいいと言われる星が2つと、豊かさを夢見ることでお金が巡る青い夜という星が3つ重なるのがこの4日間だけなんですね。前歴では260日に対応した駅があるんですが、10日から13日までは豪雨山という駅の期間になります。豪雨山は山が2つという意味で、駅の八家のうちの1つである山が二重に重なる日なんですね。そしてこの山という権威、お金に困らない、資産に恵まれるという意味があり、資産に恵まれる家が2つに、そこに豊かさを夢見ることでお金が巡る青い夜も重なるので、260日に4日だけの最強金運日なんですね。この金189から金192の日や年回りは、お金に恵まれることが起こりやすい日と言われてるんですね。奇跡のような出来事でお金がやってくることもあれば、とにかくお金が貯まるようなこともありますし、この日やこの年の出会いが玉の輿や逆玉につながったりといった豊かさを連れてきてくれる日なんですね。この年回りに副業を始めたら面白いようにうまくいき、お給料の他に毎月10万円の収入を得るようになって、その1年後にはお給料よりも副業の収入の方が大きくなり、独立をしたという方もいらっしゃいますし、この金ナンバー生まれの方には、将来の夢を語ったら夢に感動した方から100万円投資を受けたという強運の持ち主や、営業の仕事でダントツのナンバーワンになったという方、昔まだ誰も知らないような頃にビットコインの話を聞いて買ってみた方など、お金に恵まれた体験をした方がたくさんいらっしゃいます。僕は20歳の時にこの年回りを迎えたんですね。当時はまだ学生だったんですが、アルバイトで貯めていた貯金で学費を払うこともできたので、お金が貯まりやすい年、お金に困らないというのは確かにそうかもしれないなと実感しています。興味があったボクシングを始めて、習い事に打ち込むこともできたので、恵まれた年だと思います。4日間の特徴を簡単に紹介すると、8月10日はお金かけるミラクル、不思議なことが起こる強運の黒金も重なりますので、お金の引き寄せを起こすような不思議なことが起こりやすい日です。11日はお金かける発展、この日にスタートしたことが拡大する豊穣の吉日になります。12日は今年は要注意と重なっているので、現実面を動かす行動には向かないのですが、ライオンズゲートの最終日に虎の日と賑やかな運気になります。この日もお金かける発展で、ワクワクと楽しい気持ちが運気を何倍にもしてくれる日。最終日の13日はお金かけるミラクルで、強運の黒金にあなたの元にお金を集めてくれる機運の吉日の方日も入りますから、お金に関する引き寄せや予期せぬ不思議な出来事などはやってきそうな日です。
お金の奇跡系の運気とお金の拡大の運気と2種類の運気がありますが、どちらも縁起がいい日ですので、ぜひ2種類とも楽しんでいただけたらなと思います。10日から13日までは金運最強の星2つに豊かさを夢見ることで、お金が巡る青い夜と30に金運が溜まるエネルギーを持つ日なんですが、金運の幅が広いので、なんとかお金に困らないくらいから驚くようなお金に恵まれる天井なしの状態までの様々あります。お金に困らないのも嬉しいですが、せっかくならやりたい時にやりたいことが自由にできる状態や、お買い物の時に値札を見ずに買い物できる状態、それから老後の不安が一切ない安心の状態など、それぞれに理想の状態があると思いますので、理想の豊かさ、理想の経済状態を引き寄せるとっておきの過ごし方をお伝えしますね。一つ目は、気になっていることをやってみるです。お金に恵まれた4日間のうち2日は強運の黒金が入り、あと2日も拡大する運気が入りますので、積極的に出かけたり予定を入れることで思わぬ出来事へと発展する運気です。ずっとやってみたいなと思っていたことや、行ってみたかったところ、久しぶりの仲間と集まるなど、今気になっていることをやるといい時期です。特に気になっていたイベントや、やったことがないことや、会ったことない人など、新しい体験、新しい出会いなどは変化をも活性化し、変化をもたらしますので、予期せぬいい出来事へとつながる可能性が高いアクションとなります。二つ目は、お金に関することをスタートさせるです。12日だけは要注意の影響が強いので避けた方がいいんですが、それ以外の日はお金に関することを始めることもおすすめです。貯めたいな、増やしたいなという場合は、貯金や積み立て、投資などをスタートするのもいいですし、すでにやっている方もこの時期のいい運気を取るために追加することもいいと思います。よく知らなくてなんだか怖いと感じる場合は、まずは学んで理解することから始めることがおすすめです。260日に4日だけの吉日ですので、お金を貯めつつ金運を上げるアクションです。3つ目は、親孝行お墓参りです。資産に恵まれる家は、親などの親族のお世話をしたり、社会貢献をして世の中のためになる活動をするためにお金が恵まれると言われています。ですので、お墓参りに行ってご先祖様に挨拶することや、家族に連絡を取ったりしてコミュニケーションを取ることで、神仏に応援されてより豊かさが巡る運気になります。お墓に行けない場合は、ご自宅からお墓の方向に向いてお墓参りをすることもいいですし、家族と連絡を取りたくないんだという時であれば、無理をせずにやりたくないことをやらなくてもいいんだよと自分の気持ちを受け入れてあげましょう。そして、他のアクションでいいなと思うものがあったら楽しくアクションすることがおすすめです。4つ目は、人に親切にしたり寄付やボランティアなどをするです。こちらも3つ目と同じで、社会貢献するためのお金は上限なく入ってきて、お金に恵まれる運気ですので、世の中のためになることや人のためになることがいい運気を呼ぶ日になります。元気に挨拶をしたり、道を譲ったり、募金をするなど、どんなことでもいいですので、周りの人の役に立つことをすることで予期せぬいいことが訪れます。そして5つ目は、自分の好きなことで人の役に立っていることを想像するです。豊かさを夢見ることでお金が巡る青い夜も入る日ですので、豊かになった時のことや夢を思い描くことが金運を高めるアクションになります。さらに、社会貢献も金運を高めるので、自分が好きなことをして、その結果周りの人が喜んでくれて嬉しいなということを考えていると、天や神様がこの人は世の中のために行動してくれるに違いない、この人の夢が叶うと周りの人の役に立っているのか、これは素晴らしいと応援が入るようになります。例えば、私の作ったパンが美味しい美味しいと評判で周りの人を笑顔にしているところを想像するとか、毎日美味しいお店を食べ歩きしてブログを書いたらブログが大人気になったとか、食べ物の例えばかりですが、日々の運気を発信していたら出版の依頼が来たとか、現代人の疲労を癒して心を元気にしたいとマッサージを始めたらたくさんの人に喜ばれたなど、
あなた自身の好きなことで周りの人が喜んでいるところを想像するとトリプル禁煙が反応して応援に駆けつけてくれます。また直感も冴える時期ですので不思議な出来事も起こりやすいです。何かピンときたらすぐにアクションするとこの4日間のいい運気をキャッチできるのでおすすめです。いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画になったことはグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の運気予報サロンができました。毎日の運気や開運情報をお伝えしています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。